はい、どうもこんにちは。メサイウルフっていうことでね、今日紹介するのはこちらです。ここ全体じゃなくてここっすねここ、一応これエアガンの部類になるんですかね。スプリング式の手榴弾買いました。BB 手榴弾とでも言うんですかね。はい、こちら買いました。はい、じゃあ早速紹介していきましょう。バーン。はい、実を言うとね、動画の方は、かなり前にね撮ってたんですけども、僕ねショート動画の方が基本的に投稿頻度が多いので、間違ってね縦動画でこの本編のね動画撮っちゃって、めでたくボツにさせていただきましたはい、これ買ったのね結構前なんですよね。1週間ちょっとぐらい前なんですけど、はい、買いました。一応この、2つ買いました。本当はねこの丸型の、このカーキ色のやつ2つ欲しかったんですけど、残念ながらねこの丸型のやつ黒しかなかったんで、ちょっとねネタもあまりなかったんで、とりあえずねこの2つ買いました。はい、まあ、また今度行った時にねこのカーキ色のやつ、丸型の2つ、まあ、あったらね買いたいなと思います。まあ、せっかくなんでねこのシリーズね他にも何種類かあったんで、もう全部コンプリートでね、集めようかなと思って最初にねこの2つとりあえず買いました。はい、で一応ねこの BB 手榴弾、ガス式とねスプリング式バネ式があるんですけど、これ一応バネ式のやつになります。はい、こちらね僕勝手な想像で海外製だと思ってたんですけど調べてみると意外や意外にね日本のメーカーさんでした。はい、でさっき言ったんですけど、この丸型が僕一番好きなんですけど、なんでかっていうと、映画のね宇宙戦争にねこの丸型の手榴弾が出てくるんですよね。まああれのね、ラストぐらいに出てくるんですけど、その宇宙人がねなんかトライポッドやったかな、なんかめっちゃでっかいロボットみたいに乗って、そうこの地球をね侵略していくんですけど、この手榴弾でねそのロボットを破壊するんですよね。でめっちゃかっこええなと思って、そのこの丸型のやつが僕一番好きですね。そうそう、宇宙戦争にね出てきてめっちゃかっこいいっすよね。でちょっとね話戻るんですけど、これ1個の値段が、だいたい1800円ぐらいやったかな。安いなと思って、ネタ的にもねちょうどいいあれですね。コレクションにもいいなと思って、僕こんなん持ってなかったんで、最近ちょっと YouTube でね金使いすぎて、ちょっとあれだったんですけど、そう、あと歯の矯正もめっちゃ金かかるし、そう無駄遣いできないなと思って、そうでも YouTube はねちょっとあんまりね途切れさせたくないんで、もうできるだけ、こういうね安くて面白いやつを、動画に撮っていけたらなと思います。はい、まあ、たまにはね高いやつも紹介するんですけど、ちょっとね継続的にっていうのがちょっと難しいので、まあ、そんな感じでやりたいと思います。はい、で最後ねこれ実際にピン抜いてこう投げたらどうなるかっていうのをやりたいんですけど、まあ、実際にね BB 弾入れるとこの飛んでいく方向がね予測不可能なんでちょっと危ないので、空のままでね投げたいと思います。はい、まあ、一応ねここ亀裂見えると思うんですけど、このピン抜いて投げてこの本体にね衝撃を与えてやると、まあ、ここがね展開するんですよね。3つ、こことこことここがね。だからね操作方法としまして、実際のね本物の手榴弾とあんまり変わりないですね。まあ変わりあるって言ったらピン抜いて、まあ、衝撃があると直でねバーンってなるのがちょっと違うかなっていう感じですね。実物の手榴弾はここのピンを抜いてこの上のねレバー、第2の安全装置これも取って投げてから4秒か5秒ぐらいで、爆発しますね。まあその点がねちょっと違うんですけど、まあスプリング式なんでねそこの再現はちょっと難しいかなと思います。はい、じゃあ最後ねこれちょっと2つ投げてみてね、どんな感じかっていうのを撮ってから、終わりたいと思います。はい、じゃあこちらね M26 から、投げたいと思います。本当にね同じ動画2回撮るってねとてつもなくしんどいっすからね今回はねちゃんと横で撮ってますんでね、はい、今もう確認してますんで大丈夫です。はい、じゃあこれねちょっと投げてみたいと思います。ピン抜いてで
で、このまま投げます。はい、いきます。はい、こんな感じですね。こんな感じで、展開しますね。はいはい、じゃあ次ね、こちら、僕の好きな、丸型手榴弾、こちら投げたいと思います。いきます。はい、というわけでね、こちら UFC さんの、BB 手榴弾、スプリング式の、ざっとした紹介でした。まあ、こっちはね、ちょっとご機嫌斜めで最後展開しなかったんですけど、まあ、中のね、多分オイルが乾いちゃって、動作不良を起こしてるんだと思いますんで。でですね、こちらの BB 手榴弾、やっぱりね、BB 弾の飛ぶ方向がね、予測不能なので、BB 弾入れてね、使うっていう時は、必ずね、ゴーグルつけましょう。はい、こちらのね、BB 手榴弾、他にも種類がね、たくさんあったんで、後々買ってね、そちらも紹介したいと思いますんで、ぜひ動画の方、見ていただければと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。バイバーイ。